回復のためのストレッチルーティン。ストレッチは1部位30秒、1つの種目を2セット行います。膝を曲げ、つま先を持ったらかかとを突き出すように膝を伸ばします。手が届かなければラッシングバンドやタオルを利用しましょう。膝を立て、腰を沈めることで股関節前面を伸ばします。正座から上体を後ろへ倒します。硬くてやりきれない場合は片方ずつ行います。膝裏に腕を回し、両膝を抱えたまま膝を伸ばします。仰向けから下肢を頭上にかぶせ体を丸めます。バリエーションとして片側の起立筋へフォーカスする方法もおすすめです。